さあ、ということでね、負けました。はい、負けました。DeNA を迎えての2戦目。負けました。負けましたがね、なんかすごい勝った雰囲気出てるんですが、自分の中でね。なぜかというとね、今日の負けに関しては、負けは負けです。負けですが、明日に繋がる負けなのかなと、僕的には思います。なんで多分明日絶対勝つと思います。はい。とりあえず、ちょっとね、結果からいくと11対9という、またまたね、長い試合になってしまいましたので、早速試合の方を振り返っていきましょう。先制したのはベイスターズです。1回の裏。マリーンズのピッチャー、ミマです。ミマ、今日な、ちょっとやばかったな。うん。先頭の、最近絶好調の桑原にいきなりツーベースヒットを打たれ、伊藤光が、送りバント。そして3番佐野が、詰まりながらレフト方向に持ってってね、タイムリーツーベースということで。まあ、このタイムリーはしょうがないですよ。打ち取ってたんで。はい。まあ、これで1点が入るというわけなんですが、でまあ、この1失点に抑えたっていうところがね、良かったですよ。そして2回の表、マリーンズ同点に追いつきます。マーティン、デッドボール、角中フォアボール、レアードフォアボールと、3四死球でノーアウト満塁。さあ、ここ、ノーアウト満塁から点取れなかったらマジでやばいからね。っていうところで、藤岡。見逃し三振。おい!ここよ!もう、早くもターニングポイントだったと思うよ、ここは。藤岡ね、ストレートしっかり対応してたんですよ。で、チェンジアップね、ちょっとタイミングが合ってなかったですね。そして、佐藤俊也が犠牲フライで、ノーヒットで1点を取りました。まあ、これが今年のマリーンズの野球ですよね。なんとかして1点をもぎ取るっていう。ここは佐藤俊也良かったと、僕は思います。そしてですね、次またベイスターズ直後に得点が入るんですが、先頭の外。レフトスタンドへのホームラン。これもね、やっぱり甘かったね。今日ね、ミマが打たれてる球はね、ちょっと全部甘いんですよね。高めに抜けてきて。高めに抜けてきた変化球を持ってかれたりとかね、っていうのばっかだったんで、まあ、ちょっと状態としては良くなかったのかな、って僕的には思いますが。はい、まあ、こういう日もある。しょうがない。これは。そしてベイスターズが勝ち越したんですが、3回の表にマリーンズがまたすぐに追いつくんですね。で、2アウトから中村翔吾ヒット、そしてマーティンがフォアボールで、そして角中がしっかりとまたセンター方向に打ち返していって、2対2の同点と。いやー、ここまではね、すっげー今日痺れる展開になるなーと思ったんですけどね。3回の裏ですね。また桑原にツーベース打たれて、その後2アウトになって今度は宮崎が、三遊間を抜けるタイムリーというところで、またベイスターズが勝ち越し。そして次点が入ったのが4回の裏ですね。4回の表マリーンズは点取ることができずに、4回の裏です。ここです。ワンアウトからヤマトヒット。そして浜口がバント。これ2アウト2塁ですね。で、当たってる桑原を申告敬遠したんですね。そして2番キャッチャー伊藤光との勝負を選んで、左中間にバコーンと打たれましたね。これで桑原も帰ってきちゃったんで、これでもう5対2。そしてね、ここでなんとかね、ツーアウトだから踏ん張りたいというところで、次佐野、甘く入った変化球、初球を打たれて、またタイムリー。そして続く4番のオースティン。また甘く入った、あれは、チェンジアップかフォーク系だったかな、を、レフトスタンドに運ばれて、これで8対2と。ここ痛かったね。ちょっと見間の方もちょっと集中切れてたのかなと思いますが、ここ痛かったっすよ。うん。あそこでね、佐野のところで防いでたら、だって、勝ってたからね、この試合ね。まあこんなこと言ってもしょうがないんですが、続いて5回の表ですね。荻野ツーベース、そして鳥谷フォアボール、それでワンアウト1、3塁になってマーティンがショートゴロダブルプレー。ここ1点欲しかったっすね、本当に。やっぱ今日チャンスで打てないところがね、やっぱノーアウト満塁からでも1点しか取れなかったし、ワンアウト1、3塁からゲッツーって0点だったしっていうところがちょっとまずかったかなーって思いますね。そして点が取れなかった、チャンスで点が取れなかった5回の裏、ミマまた捕まります。アウトカウントいくつか忘れましたが、外にツーベース打たれて、そこからヤマトにタイムリーツーベース打たれて、マーティンがちょっとね、守備が誤ってましたが、まあ、ヤマトのツーベース、タイムリーツーベース、そして、代打楠本のツーランホームラン。これでもう一気にもう試合決まったなって、僕的には思いました。で、ミマがね、5回11失点という、もうミマらしくない、成績でね、ちょっと降板してしまいましたが、来週ね、僕多分ミマの投げる試合を見に行きますんで、そこではなんとか勝利投手になってもらいたいなというふうに思います。でですね、この時点で11対2なんですよ。もう本当にベイスターズの一方的な展開になってたんですが、ここから徐々にね、マリーンズが追い上げてくるんですよ。だから
今日の負けには意味があったと僕は最初に言ったと思います。まずですね、角中がフォアボールで出て、藤岡が三遊間抜けるヒット、確かワンアウト一二塁かな。そこで佐藤俊也が今日も打ちました、右中間を破る、タイムリーツーベースというところで、まずマリーンズが、この回多分3点返したんですけど、その後に高浜のファーストゴロの間に、もう1点加えて、これで11対5となりました。で、続いて6回の裏ですね、中村俊也がマウンドに上がり、2アウトからね、レアードがね、エラーして嫌な雰囲気になりましたが、しっかりと抑え、無失点で抑えてくれました。7回もね、両チーム得点入らずに、8回の表ですね、ワンアウトからレアードがヒットを打って、でその後2アウトとなって、ランナー2人いたところで安田がタイムリーツーベースというところで、これで11対7ですね。はい、だから中盤で7点返したんですね、マリーンズは。はい、もう安田の調子もどんどん上がってきてはいるんで、まあ来週あたりからちょっとなんかスタメン復帰をちょっと僕は期待したいですね。はい、明日は多分おそらく変えないと思うんですけど、ちょっと安田にも期待したいなと思います。そして8回の表に2点を返して、11対7というところで最終回やってまいります。ピッチャーエスコバー、8回9回続投でしたね、回またぎで。先頭菅野がですね、エスコバーのエラーにより失礼します。これワンチャンあるぞと、ワンチャンあるぞと。それで続いてバッター中村翔吾、左中間に打ちます。おお、いった、破れと思ったんですけど、レフト守備変わってました。ここだ、レフトが、これ別に悪く言うつもりはないんですけれども、レフトがオースティンだったら多分左中間破ってたような気がする。もしかしたら桑原取ってたかもしんないけどな。レフト関根だったんですよ、あの足の速い。これでワンアウト。しかしですね、ワンアウトから加藤翔平が初球を打ってライトスタンドギリギリに入るツーランホームラン。これで11対9。ワンチャンあるぞと。まだあるよ。わかんないよ。そして続いてバッター角中、空振り三振。そして続いて、バッター和田に代わって岡、センターフライ。試合終了。まあ、今日の負けは悔しいけど、絶対明日に繋がるね、負けになるかなとは思うんで、明日の試合、先発小島ですか、期待したいなというふうに思います。でも打線はね、もうこの2戦見てて、もう上向きっていうことはね、はっきりされてますんで、この打線の勢いのまま、明日も期待してみたいなというふうに思います。ということで本日はね、まあ美馬さんにとっては、ちょっと悔しい結果になったなと思いますが、我々ファンにとってはね、いい負け方をしたなというふうに僕は思っておりますんで、明日の試合期待したいなと思います。ということで本日の試合はお疲れ様でした。